こんにちは、久保です。吉谷さんのメッセージをね、ご覧の皆様にも今日は継続というテーマでお届けしたいんですけども、最後にね、継続できない人へのメッセージをお届けしますので、煙に巻くようなね、動画になってませんので、しっかりとご覧ください。まずお伝えしたいのが、よくね、人はね、継続すれば必ず結果が出るというふうに言いますし、そういうふうに信じてるんですけども、それがまず間違いだと思います。継続したからといって、みんな結果が出るわけではないんですよね。継続しただけっていうのもあります。工夫して継続しても結果に至らないってこともあるんですよ。そういうふうにですね、私はですね、これをやれば絶対にうまくいくっていうのはないと思ってるんですよ。で、うまくいった人が自分のね、行動を美化するために自分は継続したっていうケースが多かったり、それから結果が出てない人に対してもうアドバイスが見つからないから継続することですよって言って逃げる例があるっていうのが、本当のことだと私は思うんですよね。で、もう一個言えば、その継続っていうのがね、もし本当にそれで結果が出るんだったら、じゃあいつまでやるんだってことなんですよ。1日だって継続は継続ですしね。じゃあ10万日だって継続は継続なんですよ。10万日するともう人生終わっちゃいますんで、じゃあそこまでやってらんないわけじゃないですか。まさに継続するだけの人生になってしまいます。例えばですね、継続してベテランになるとしたら、じゃあどうですかね。私たちは歯磨きの継続をだいぶしてますけども、上手ですかね。どうなんでしょうね。それでも虫歯になりますよね。だから継続したからといって必ずしも問題が解決できるわけではないと思うんですよ。で、あとね、人っていうのは矛盾をはらんでいるものだと思うんですよ。稼ぎたいですって言ってもね、やれって言ったことやらないんですよ。じゃあどういうことなんですかと、稼ぎたいんでしょって言うけど、人はそういうもんなんですよ。稼ぎたい、結果が欲しいけども、でもそのためにビジネスをしたいかどうかっていうのは別なんですよ。だから私はね、いつも最初からそう思いますけども、結果稼ぎたいんだったら継続もなしにビジネスもなしに稼ぐところに行けばいいんだと思うんですよ、ね。で、なんでね、人が矛盾をはらんでるかってことを他の例でも申し上げますけども、例えば私はトランザムって車を持っています。買いました、今年の春ね。で、私の車見た人が欲しいなって言うんですよ。多分心から欲しいんでしょうね。でも欲しいけど手に入らないという現実があるんですよ。これは大いなる矛盾だと思うんですよね。トランザム買うのに、例えば1000万かかるとしますけども、その1000万っていうのは今までの人生で使ったお金をトータルしたら多分簡単に叩き出せるような金額だと思うんですよ。でも日々コンビニでパンやコーヒーを買ったりとか、飲み会に行って4000、5000使ったりっていうのを重ねるわけじゃないですか。じゃあ本当にやりたかったのはその飲み会に行くことなんですかと。本当にやりたいのは自分の優先順位でトランザムが欲しいのが1番じゃなかったんですか。1番じゃないんですよ、10番ぐらいにあるでしょうと。で、パンやコーヒーを買うってのが10番よりもトランザム欲しいよりも上位に上がってるんですかってことを考えると、そう考えるとね、多分違うと思うんですよ。いやいや、そんなことはないぞと。パンやコーヒーなんていつでも買える、トランザムいつでも買えないってなると思うんですよ。ここに矛盾があるんですよ、やっぱり。だからそれも矛盾も計算して私たちは情報発信したり、こうね、伝えていかないといけないのかなと。そのお前には矛盾があるからお前のせいだよって言って切り捨てるんではなくてね。だからそういう風になると、やっぱりこう相談しにくくなると言いますかね、なんか物が言いにくくなるところがあるんではないかなと思うんですよ。人は大いに矛盾をはらんでいて、そうは思ってもなかなかできないんだっていうのをね、計算に入れて、お伝えした方がいいのかなと私は思うんですけどね。はい、それからですね、継続に関しては、やたらめったら継続すれば成功に近づくものでもないかなと。逆に成功から遠のくね、継続もあるってことをちょっとここで例をお示ししますね。ちょっと下世話な例なんですけども、例えばね、もう繰り返し性関係を、もうベテランの女性と、どっちかっていうと性関係がね、男性関係が少ない、肉体関係が少ないウブな女性とどちらが好きでしょうかって男性に聞いたら、もうね、やりまくりの女性が好きです、もう本当にベテランでセックス上手ですっていう人が好きなのか、それともね、ちょっとこうね、ウブな女性で慣れてない子の方がいいなっていうのか、これどうですかね。どっちが継続した女性ですかね。継続してない女性の方が人気があるっていう例なんですよ。ちょっと下世話な例ですいませんけども、でも大事なことだと思います。それから継続といえば、恋愛に関しまして、離婚率が高いのは恋愛結婚なんですよね。実は恋愛結婚の離婚率はむちゃくちゃ高くて、お見合い結婚の離婚率ってむちゃくちゃ低いんですよ。で、今全体ではね、60万組が結婚して20万組が別れてると
言われておりますけども、これもね妙な例なんですよ。恋愛結婚って結婚する前に何回も会ったりね、デートを重ねたりとかするわけなんですよ。継続してるわけなんですよ。でも結婚生活が継続しないんですよね。でお見合いって継続がないんですよ。でも結婚生活が継続するんですよ。ここもねなかなか面白いところなんですよね。人間の感情ってこういうふうに、通常でしたら、まともに考えるとね、継続が力なりに思えるんですけども、そこに人間の感情が入ると、人間の好き好みが入ると継続が癌になったりするんですよ。害になったりね、そういうところもありますんで、私は継続だけが成功の秘訣ではないというところもきちんと計算に入れながらね、それでも継続が一番最短距離でうまくいきそうな人には継続をよくお勧めします。で、私もね振り返ってみたら、自分の人生もそこそこは継続したかなと思うんですけども、言ってもね40歳から全部込みで7年しかやってないんですよ。たった7年ですよ、私の継続なんて。ネットビジネスたった7年しかやってないんで、継続してないと私はね言えるんですよ。自分がね継続の鬼だというかね、凡事徹底ができてるとか全然思えなくって、もう本当にまだね凡事徹底のボの字もできてないような、本当三下というかね新入生だと思ってます、私はね。だから多分そんなに差はないんじゃないかなと。100やった人と、私みたいに1万やった人とそんなに差はあるのかなと思います。もう本当に誤差のレベルの違いなんだろうなと思いますよね。でそれをね、なんか1万やったからっていうのを傘にかかって、100とか200とか1000の人をまだまだ足りないなんて全然思わなくって、私はそこら辺が全然こう考え方っていうか出発点が違うんですよね。必ずしも継続じゃないなと思ってしまうんですよ。で1万本、まあ何かをね、やって、1万本、例えば動画を作って、そこに工夫を入れて、それで稼げるか稼げないかっていうと、稼げない人もいますね。むしろ、一部の人しかそれでも稼げないです。広告市場って、結局予算なんですよ。上から順番に取っていきますんで、稼げないですよ、それは。すでに、この YouTube の市場で、確固たる地位を持って大きな収入を持っている人がいるということは、その人が予算を持ってきますので、その人が引退しない限りはその予算が浮くってことはないんですよね。もしくは予算市場全体が広がらないといけないんですけども、これは広がるのかなと思いますよね。まああんまり広がらないんじゃないかなと思いますね。で人にはこの能力の差があります。例えば体力の差があるのは皆さんね、よく認識してくださることだと思うんですよ。体力、この話は体力に差があるっての分かるじゃないですか。でも今度ね、もう一つのこと言うと、多くの人がアレルギー反応を起こすのは知能にも差があるんですよ。だから工夫のできない知能とかっていうのはあるんですよ、ね、こう言うとなんかひどいこと言ってるように聞こえますよね。でもこれを、まあ、私はあえて言いますけども、体力に差があるのと同じぐらいに知能にも差がある。これは当たり前のことなんですよ。まあ、ですんで、自分が工夫ができないなとか継続ができないなと思ったら、速やかにですね別の方法を探すのが基地だと思っております。まあ、ですんでここからまとめになってきます。継続ができない人へのメッセージですよね。継続しなくても求めるものが手に入る方法を探すということでいいんじゃないでしょうかね。だからねやっぱりね基本的には、継続しか言わない人っているんですよ。やると成功するために継続と、でその人だけが正解じゃないってことをね考えていっていただきたいと思います。それだけじゃないよと、ねえ、なんかそのさっきの100とか1万の差はあんまりないんじゃないかなと私はお話ししましたけども、例えばね中学で野球やっていて高校で甲子園に出ると、で他の人も同じですよね。でもじゃあ甲子園に出るその高校球児と頑張ったんだけども甲子園に出れない高校球児の差がどこにあるかっていうと、継続には私はないと思うんですよね。ここはだって3年ぐらいしかやらない差がないわけじゃないですか。3年とか5年で継続に差が出るとは私はとても思えないんで、まあ、これは別の要素じゃないかなと思うんですよね。まあ、もちろん持って生まれた体格とかそれから好き好みとかね、野球の練習を苦痛に感じないっていう風な精神状態とかもあると思いますけども、どうですかね。だからもう一回結論的に言いますけども、継続できない人へのメッセージ、継続しなくても求める答えを与えてくれるようなそんな塾とかコンサルを探せばいいんじゃないかなと思います。そしてこれは逆を言えばですね、コンサルと名乗る以上は継続ができない人も成功に導けるようなプログラムがなけりゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。
ね、やっぱ継続っていうのは多くの方が、うん、結果を出すためのやっぱり重要なキーワードだと思うんですよ。それはね、私は否定してないんですよ。ただ全員が継続で結果が出るわけじゃないんで、そういう人たちに対しては継続しなくても結果を出せるように、まあ、情報発信者とか教育者っていうのはことに臨まないといけないのかなと思いますよね。こういう考え方をしてる人ってあんまりないんじゃないかなと思うんですよ、うん、結局ね、その継続をなんていうの、いやらしい言い方したら継続を押し付けて諦めるのを待ってるみたいなね、そんな考えにも至るんですよ。例えばネットビジネス塾とかっていうのは結構ね、継続を要求するんですよ。どんどんまだ繰り返してくださいみたいな、トレーニングですよみたいなことやって、で、あ、もうちょっと継続できないよ、なかなかきついな、もうさ諦めようかってやめるのを待ってるんですよね。そうするとね、自主的にやめたってことになるんで詐欺扱いされないわけなんですよ。で、これを巧みに利用している、もしくは無意識的にそうなっているのが多いんで、私はビジネスってものが、ネットビジネスとの組み合わせはまだまだあんまり良くないかなと思いますし、だからね、継続せずにうまくいく方法はないんですかっていうふうにやっぱりね、聞いていかなくちゃいけないし、それがないんだったら、まあ、その、なんですかね、あなたの塾も半塾ですよというふうに言われることを覚悟しないといけないのかなと思うんですよ。あのスクールウォーズって映画が、あの以前ありました、スクールウォーズヒーローズですか、うん、あれはですね、あの人が何が得意で何ができないのかってことを滝沢先生が見抜いて適材適所したから、まあ優勝したみたいなストーリーと私は思ってるんですよ。だから理科が得意な人は理科が得意でそれで輝ける場所を与えてあげるとか、卓球が得意な人は卓球でね、成果が出るような場所を与えてあげるとか、それからなんかこう音楽が好きな人は音楽で立身出世できるような場所を与えてあげるとか、そういうことなんではないかなと思うんですよね。福岡県の八女市っていうね、まあ田舎町で、ある中学の先生がいました。その中学の先生は生徒にね、なんとね、こう言ったそうなんですよ。あなたは頭がいいと、ここにいたらみんな他の人はバカだから、東京の学校に行きなさいって勧めたらしいんですよ。こんな教育者って叩かれそうですよね。いや、他の人はバカだから、あなた頭がいいんだ、こんなとこ行ったら潰れるよっていうわけですよ。だから東京に行けってはっきり言ったらしいんですよ。で、その中学生は分かりましたって言って、東京の大学に行くためにその進学専用の高校に行ったそうなんですよ。で、まんまと東京大学に入社して、東京大学を途中で辞めて、ライブドアという会社を作って、今は堀江貴文さんというね、ロケットを飛ばすような人になりました。その方もことあるごとに思い出すんですけども、もう役に立たない大人の中でこの人だけが別のアドバイスをしてくれた、そしてそれが正解だったっていうわけなんですよ。だから誰が相談しても同じ答えを出すとではなくて、あなたにはこの答え、あなたにはその答えっていう風にこう選べないといけないのかなと思うんですよね。ちょっと話それましたけども、継続、お分かりでしょうか。継続できない人へのメッセージ、継続しなくても結果が出る方法を求めればいいんじゃないですかね。何を言っても継続しなさいっていう人にはついていかない方がいいですよ。それは継続できないんですから。継続できない人が継続を強要する人についていったら、こういう悲劇はないですからね。ちなみに私のね、恨み節を言いますと、マトリックスアフィリエイトっていうのがあって、そのアフィリエイトの塾に私入ったんですよ。で、入って継続求められてるうちに、その塾の、主催者って飛びましたからね。継続求めて時間稼ぎしてる間にいなくなったんですよ。これひどくないですか、これは。本当にね、途中で放棄していなくなったんですよ。私たちは一生懸命継続したんですよ。なんだこれやと思いますよね。それはまあ一つの例なんですけども、まあそういう他のね、なんとか塾っていうのも、結局サポート期間が3ヶ月とか1年ですとか、無限サポートですとか言って、無限に求めてくるやつがいない。要するにそこまで継続できない人、継続できる人はいないってことを見越してね、質問の継続ができないってことを見越して、もう無限だとかね、無限サービスだとか言い出してるんじゃないかなとかね、いろいろ思っちゃいますよね。まあこういうふうに私はどちらかというと、ビジネスを志してね、挫折したりとか、全然自分の気持ち分かってくれない、このコンサルの人は、この塾 の, リーダーはっていう風な気持ちをちょっと代弁して、いつもお話しますけども、主催する側としてはですね、思うんですよ。継続できない人がビジネスを語るなとかね、儲けたいって言ってる割には、儲けることをやらずに儲かんないことを一生懸命やるのはおかしいぞと思うんですけども、そういう思いもありながらも、でも人っていうのはそういうもんだっていうね、悲しさを抱えているんだということもね、十分認識するんで、
継続できる人が少ないなと認識してる以上は、継続を共有するものに塾だとか費用だとかっていうのが私はねちょっとねできなくなっちゃったっていうのが本当のところなんですよね。だから私もね、塾の運営とかお金をもらい続けるっていう継続はちょっとできなくなっちゃったということなんですよね。私がだから一番継続が下手なんではないかなと思います。もうしかもね、隠居とか言ってね、3年前に隠居して、だから40からネットビジネス始めて、商務43か44で終わってるんですよ。私辞めてそっから隠居ですからね、もう3年経ちますけども、そっからもうビジネス何もしてないと、セールスも全然してないと、商品作ってないみたいな感じですよ。こんな継続のできない私でもなんとかなるんで、継続した方はもっといい結果が出ると思います。今回はそんなところですね。なんか私一人の愚痴を話したような感じになってしまいました。皆さんどう感じになったでしょうか。それでは失礼します。